はい、河野です、えー。今日は雑談でお話をしてみたいと思います。えー、河野ね、やっちゃいました。はいまあ、あの今ね、撮影で、えー、沖縄に来ているんですけれども、えっ、ー、と、那覇の方の、あ、じゃあ、名護の方のですね、えー、宿に今泊まっております。で、今回ね、あの撮影で来ているので、まあ、当然、バックアップ用の、えー、ハードディスク持ってきていたりだとか、PC も持ってきていたりだとかしていたんですけれども、 こともあるんですねあのカードリーダーカーーードリーダーをねあの普通のタイプの、えー、カードリーダーを持ってきてしまいました僕のね PC ねあの既にタイプ C の、えー、ポートなので普通の、ね、タイプのやつだとあの刺さらないんですねなのであの東京にいる時はあのその辺ね意識してというか t y p e C で入るものを持っているので、えー、それをあのね普段使っているんですけれども 今日ちょっとね、あの、バタバタしてしまいまして、うっかりと、あの、ノーマルのタイプというか、あれ、なんて言うんだろう。もう一個のね、あの, US B のこう、USB の四角っぽい感じの、えー、カードリーダー。これをね、持ってきてしまいまして、ちょっとね、一瞬ね、慌てたんですね。やはりこう、東京と違って、まあ、地方じゃないですか。なので、あの、あるかなとかと思ったんですけれども、まあ、ちょうどね、那覇じゃなかった、名護にはですね、あの、ビッグワンというですね、まあ、言ってみれば、あの、沖縄のドンキみたいなね、 まあそんなあの何でも屋さんというか雑貨屋さんがあるんですね。まあ、もちろんあの規模感で言うとあのドン・キホーテほどねあの大きくないのでえ置いてあるものとか揃えてるものなんかはあのまあ本当にこう最小限のものなんですけれどもそれでもねやっぱりまあ品揃えとしてはこの辺では一番多くてでまあそこに行けばあるかなと思って先ほどちょっと行ってみました。するとねあ,のありました。本当にねこれ,これを買っちゃいました。これね1980円でした。これ皆さん見たことあります あのこれね、一応タイプ C なんですよ。タイプ C のカードリーダーで、SD カード、それからえっとマイクロ SD、この,あの2つのカードをですね読み込むことができますま。今回あの SD で撮っていますので、SD さえ読めれば、ハードディスクにコピーできれば全く問題ないので、とりあえずですね、これを買った次第です。皆さんもね、このカードのね、特にこう複数日 あの地方に行ったりとかするときにはまあパソコン持って行ったりあとはあのバックアップ用のねあのハードディスクもちろん持ってくると思うんですけれどもカードとカードリーダーまあカードリーダーですねこれね結構ねうっかりするのであの皆さんもね是非ねお気をつけくださいあのコードはね本当に失敗してしまいました以前ねなんでその僕はビッグワンにそのカードリーダーがあるんじゃないかっていうふうに思ったかというと昔にもですね一度 えそれはね、助手君、その時いましたね、助手君、その当時、あの今のね、あのうちの松下さんという、ね、助手ではなかったころなんですけれども、あのその助手君がですね、カードリーダーを忘れてしまいまして。 えーとその時ね、恩納村にいたんですね。恩納村から、えー、この、ね、名護までは、車で3、40分かかるんですよ。あの高速がないんでね、あの下の道を58号線というね、国道58号線をずっとこう、えー、上がっていくことになるんですけれども、えー、3、40分かかるのかな。その時に、えー、どうしてももうね、翌日のことを考えると、その日のうちにバックアップを取ってこないと、えー、ならないぐらい、膨大な数のね、あの 膨大な量か膨大な量のデータを取ったんですけれどもなんとそのねその当時お店がね10時ぐらいまでしかやってなくてで気がついたのが9時ぐらいでそこから探してどうやらその名護のねビッグワンにあるかもしれないっていうふうなのが分かったのがちょうど9時半ぐらいでその当時ねなんかすっごく慌ててねここまで来て今回ねあの僕がカードこのカードリーダーを買ったお店で買った記憶があります。 なんかねその時ちょうどお店の人がすごい慌ててる様子を見てもしかしたら来るかもと思って少しねこう開けて待っててくださったんですよね。それもあってその時も無事にカードリーダーを手にすることができて、えー、何十ギガだったんだろうあれかなりのね数だったんですけれども。 そのカードのね、コピーをすることができたというね、思い出がある場所だったので、まあ、今回もね、ちょっとカードリーダーの件で、あのあ,あ、そこにあるかもと思って、まあ、今回ねあの、泊まっていたのが名護だったのであの、近いやと思ってあの行ってみました。ただね、あのさすが、ねあの、沖縄、名護の,の,のビッグワン、僕を裏切らないでね、あのタイプ C の、えー、カードリーダーのがありましたので、 無事にこれでで、えー、コピーができると思います、まあね、こんな風にですね、あのー、本当にね、なんか、ま、もちろんね、これ今回は僕の、ね、100%ミスなんですよ、まあ。今回女子くん連れてきてないので、あの僕1人で、ね、来てることなので、あの僕のまあミスなんですけれども、まあ、こういうことでねあの、本当、東京にいればね、あの当たり前のことが割とこう地方に行ったりとかすると、あのそれがね、すごく、ね、大変なことになったりするので、 まあ本当にね、あの準備は怠らないように、えー、今後とも気をつけていきたいと思っております。皆さんもぜひね、あのお気をつけください。でね、明日は、えー、っと、そうですね、沖縄のね、あの一番上の、えー、っと、方に行きます。それで、えー、あと、その途中にですね、 あのいくつかこう撮影のポイントがあるのでそこが変わってないかとか、えー、逆にもう少し、ね、こうなんか面白くこう変化してない方とかそういったところも、ねあのー、全部記録の写真を撮りながら、えー、巡ってみたいと思っています、えーとね。今回ちょっとびっくりしたのがです、ねあのー、皆さん名古屋にの等々力の滝というのがあるのをご存知でしょうか。の滝。 ここにね、ね。と行ってみたんです、ね、で今まではあの本当に何て言うんだろう、えー、駐車場というか、まあ、ちょっとこう車が止められるように空き地があってそこに普通に車を止めてなんか舗装されてるようなされてなかったような,なんかそんな道をねちょっとこう歩いていくとあのー、滝というかねなんかそういうのが普通に自然のそのままのねあの形で残されていたんですね今まではいたんですよ。ところが 今回、ね、まあ僕もね、等々力の滝結構ね、行ってなくて、あそういえばどうなってるんだろうと思って、あのちょっとこう、今日あの通る道すがらにね、あの寄ってみたらですね、めちゃめちゃ観光地になっててびっくりしたんですよね。本当にね、あのパーキングとか本当にね、駐車場、すっごく広くこう、あの完備されて、なんか、等々力の滝公園というね、もう公園扱いみたいな感じになってるんですね。で、入園料とか、入場料、入園料がですね、 えー、200円円大人は200円かかります、はい、かかることにな,なりました、えー、今回からね今までは本当に手付かずの自然なね滝だったので誰も来ないしそれからねあのそういった施設も全くなされてない状況だったんですけれども、まあ、今回行ってみたらですね非常にこう美しく綺麗になっていましてですね、あのー、かつ、えーまあ、入園料200円はねもちろんあのそこに あのいろんな人がいて、えー、何かされるわけなんで全然いいと思うんですけれどもまああの今までのねあの美しかった、えー、自然そのままの滝がですね、えー、非常に今度はねあの観光地のような形になってまあ僕がね1時間ぐらいそれでもいたのかなそこに、えー、その間にもねあの何組かこうカップルだったりとかねその旅行客というかあのいらっしゃいましたけれどもうん。あの 本当にねそうやって沖縄ってちょっとずつ変わっていってるなっていうふうに感じました。あと、えー、っと、瀬底島瀬底島。これね、あの沖縄の本島の中で一番綺麗なねビーチがあるところというふうに言われてるんですけれども、割とここもね、今まではずっと撮影をしてました。で、ここね、ちゃんとしたね、あのパーキングはなくて、なんか、あのホテルのねあの、なんて言うんだろうな、こう、 立てかけみたいなね状態な空き地があったりとか、まあ、そこで止めてたり止められる時があったり止められなかったりあとはその周りですね道路にみんなこう路中をしてであの背底のそのねビーチに行くしかなかったんですね今まではなので結構まあ路中でねあの先に U ターンして止めとかないと後からもうね <laughs> U ターンできなくなっちゃうとかっていうことがあったりある時期はなんかそのち その地域の方なのかもう、えー、時間を区切って、えー、もう 4, 時4時になったらもうあのパーキング入れさせませんから駄目ですっていうふうな感じで追い返すような、ねえー追いせ、追い返されるような、ね、ことが起こったりとかすごいなんかこうねそこっていろいろあったんですけれども今回ねあのヒルトンが近くにホテルを建てたというところで、えーまあ、そのかん要は観光としてねあのビーチに行く人用のパーキングもすごくね綺麗に完備されてました。 なので今回そのね背底に関してはすごくねこれはねもうほんとみんなのね利益になってるんじゃないのかなっていうふうに思います、まあ、もちろんねあのヒルトンに止め泊まればねあのそこの,あのパーキングを使って自由にこう背底のビーチ行けるんですけれども、まあ、そうじゃなくてあのビーチそのものにねあのご用があるというか遊びに行ったり見に行きたい人なんかも、えー、今回これからはですねあのちゃんとその 料金で、ね、高くないですよ1時間だったら200円と。で、あのそれそれを超えちゃうと、もう1日料金で500円。ね。なので、そんな高くないんですよ。なので、あのー、これからはねあの、そこに止めて、まあ、そこから歩いて2、3分は歩かなきゃいけないんですけれども、あので歩けばね、本当にあの全然こう、心置きなくね、車を止めて、安心してこう遊べ遊べるのでねあの、すごくね、いい。あの アーキングができたなっていう風に思います、まあ、そんな風にね、なんかちょっとがっかりするところと、おっていう風にね、嬉しいところとね、いろいろあった、えー、沖縄の一、えー、日でした。ま,あ、また明日、あさ、えー、って、ね、十分に、えー、ロケハンをして、十分に記録の写真を撮って、十分に調べるべきものを調べてね、あのー、また次の撮影、まあ、次のねあの案件、次のまた現場にね備えていきたいと思いますので、えー、また皆さんにね、そういった、えー、シーンを、 ご覧いただけることになると思いますので、楽しみにしていてください。それではまた。さようなら。